義信の一存で参上いたしました。そちがなぜ来たのかおおよその見当はついておる。要は理不尽な条約交渉は断固不賛成じゃ。されど今や正しい通商条約なら結ばざるを得ぬものと思うておる。一戦を交えれば負けることは火を見るより明らかじゃ。ただ一旦そのように決めたらこの国のありようをかなぐり捨てて何もかも諸外国一辺倒でよいのか。外国の軍艦大砲学問をただただ欲してそれでよいのか。違う。たとえ外国の脅しに屈服せざるを得ないとしてもそういう時こそ日本人なら日本人らしくこの国に誇りを持ちこの国のありようを深く強く感じてもらいたいのじゃ。そのために今こそこの国のありようを大事にする必要があるのじゃ。そのことを誰も言わねばやがて武士も人民もこの国のありようを忘れどこの国か分からぬようになって我が国は亡国となる。そうなっては困るであろう。そのために世は日夜この国のありようを主張し攘夷を唱え西洋一辺倒の者たちに何が大事かを喚起しておるのじゃ。それでもただのうるさい老人としか思わぬ者ばかりじゃ。この国の正義をなぜ信じようとしないのじゃ。